皆さんこんにちは、安田美沙子です。今日はですね、夏の UV ケアのメイクをご紹介したいと思います。朝ですね。朝な感じですね。基本ちょっと今すっぴんみたいな感じなんですけども、まずですね、メイクする前っていうか朝起きてすぐに毎日飲んでるものがあって、飲む日焼け止めっていうのを飲んでます。チンプリスさんがこういう風になってて、なんかカプセルになってるんですけど、もう朝ごはんみたいな感じで、シンプリスウルトラ V プロですね。トラス果実とかローズマリー葉エキスとか、自然なものっていうか安心なもので作られてるやつですね。出た、サステナブル。そうそう、これを飲んでます。で、内側からのケア、ランニングもするんで内側からのケアをするようにしてます。で、この髪が笑ってる。真実が映ると髪が映る、悪いところも映る。なんかたまに鏡とかって細く見えたりとか、とぼやって見えたりするけど、すごい綺麗に映るっていうことで、カメラが映る。ちゃんと見える鏡っていいなと思って、これは洋服屋さんのウィムガゼットさんのノベルってもらったんですけど、ちゃんと受け入れてケアしようってことでこれを使おうと思います。今日は、はい、シミが多い。シミが多い。で、まずはベースですね。私は最近はこれを使ってます。日中用美容液化粧下地プリマビスタスキンプロテクトベース乾燥崩れ防止です。これは SPF20 で弱めなんですけど、下地とかにも SPF が入っているものを選んでいます。はい、塗ります。なんか質感がマットになるんで、テカリすぎなかったりとかしてすごい気に入ってます。ちょっとこうパール感とか輝きもあるので、若々しくなる気がします。やっぱこの辺が気になるんで、この辺のシミとかそばかすとかクマの上に中心に塗るようにしてます。鼻筋ですね、こういうところ、なんかこの T ゾーン赤くなっているので焼けやすいので、こういうところに塗るようにしてます。で、もう本当に忙しい毎日なんで、こういうクッションファンデを最近使っています。これはビオセボンとかオーガニック系のスーパーとかに売ってるんですけど、アクアアクアオーガニッククッションコンパクトっていうファンデーション、これはライトベールで SPF は35なんで、こっちは20でこっちは35みたいな感じで、うっすら入ってるのを重ね付けする感じですね。こういうのをこういう風になってるんですけど、でこういうのを同じようにやっぱりこの辺中心にシミそばかす隠しつつ塗ります。はい、こんな感じですね。ベースは本当にベース薄めですね。あとはもう普通にメイクしていきます。もうなんか朝とかいつもほんと10分ぐらいですね。お子さんがいると時間が、もう全然時間取れなくて、自分のメイクの時間がとりあえず時短で、まあなんとなく決まるようにしてますね。あとはもう結構フーミーのもの最近使ってます。サンプラプラザ。昔はソニープラって言ってましたけど、今みんなプラザって言うんですよね。え、名前が変わった。嘘。何年も来てない。昭和の人やから。プラザで売ってるので、この風味ちょっとこう日焼け感みたいなメイク結構好きなんで、でもオレンジ系ですね。指でこうやって塗って、本当簡単ですね。ブラウン系をこんな感じですかね。はい、今ラインなしにして、またこれフーミーのマスカラ、ロング&カールマスカラのストロベリーレッドっていうレッドのマスカラを、
そんな感じです。で、眉毛もうずっとこれ使ってるとなくならない。なんかでも今あれなんですよ、アート眉してるんで、こうメイクがこう茶系とか赤系とかオレンジ系なんで、それに合わせるようにちょっとだけブラウンを足すようにしてます。もう色味だけちょっと変わればいいのかなっていう感じ。アート眉してるとめっちゃ楽ですね、メイクが。やっぱ黒いとなんか眉毛浮いちゃう気がして、ブラウンにしちゃう。仲いいスタイリストさんとかはマスカラとかオレンジのシャドウ、これを眉毛に塗ってるって言ってましたそうやって色を合わせる、浮かないように。なるほどと思って。またこれアクアアクアのオーガニッククリームチーク、ヘルシーアプリコットですね。 MYMC のチークがすごい好き でそれのオーガニックバージョンみたいな感じ。オレンジですね、オレンジっぽいのが好きで、これをなんでオーガニック、オーガニックみたいな感じですね。ファンでもこのオレンジなんで、これでちょっとこう日焼け風メイク、めっちゃ簡単。こんな感じです。あとリップはラシャスリップ、これリップ美容液、これはもうずっと使い続けると唇のこう保湿が上がるらしくて、ちょっとピリピリするんです。こうぽってりする感じの美容液、はい、これを塗って、でもこれもずっと使ってるセルボークのオレンジですね。リペレティットマットリップスの03番、こういう色、形が変になってるけど、はい、昔と化粧変わったなっていうのあるんですか？引き算すごいしてますね。前はもうのっけてのっけてやったんですけど、多分今はもう最小限にしてて、下地とかファンデーションも全面にならずに、もうほんとここ中心にあと伸ばすぐらいにしてとか、極力少なめ、なんかどっか多くすると全部多くしなきゃなくなっちゃうんです、バランス的に。でもこうポイントポイントだと引き立つから、そのポイントが、だからもうほんと薄めな感じですね。で、色をちょっとのせる感じになりました。完成です。変わりましたね。ボディめちゃくちゃ変わりましたね。言えたい、そんなもともとね、大人を着れるなんで。で、最後にこのスプレーの日焼け止めっていうのがあるんですけど、ベビーボーン、これ東原あきちゃんが出してるんですよ。でこれ本当もう一瞬で使い終わるぐらいすごい毎日振るんですけど、ランニングの時とかもつけるし、なんかムラにならないんですよ全然。もうこれだけ出るとムラにならなくて、でこういうのもこうやってやったりとかして、で子供も使えるので、まあ、髪に使ったりとか、子供塗るとすごい嫌がるのでスプレーでシュッてやって UV ケア。やっぱり1日1回だけじゃなくて何回もやるのがいいと思うので、こういうのをカバンに入れといて、お昼ぐらいとかにもう1回やり直すとか、ランニングの前にもう1回やり直すとか、なんかそういう風に重ねてつけるようにしてます。こんな感じです。これから多分夏でお子様と一緒に出かけるお母さん多いと思うんですけど、うん、はい、今日の中でもそういうスプレーがおすすめっていう感じ。あ、そうですね、やっぱりその子供と一緒にいるのが多いので、子供が使えるものを1本持っとくと、子供にも塗れて自分も時間ないけどパッパッパッとできるっていうのがあるから、子供にいいものは大人にも絶対いいじゃないですか、刺激が少ないから。なんかそういうのを共用して使うのが手っ取り早くていいのかなと思います。はい、私の UV ケアメイクどうでしたでしょうか。めっちゃ簡単やと思うので、これでランニングとかも行ったりするぐらいなので、ぜひ参考になっていたら嬉しいです、皆さんもこういうアイテムがいいよとかあればぜひ教えてほしいのでコメントお待ちしています、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。